明るく楽しい優勝塾のエンタメディール見せてあげるわ。かわいいかわいい。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ヒイラギリズです。さあ本日なんですが、ゆずちゃんのねキャラクター評価やっていきましょう。ラジオ動画みたいな感じで聞いてもらえばなと思ってます。あのね、かわいいね。やっぱりゆずちゃんってのかわいいんですよ。本当にヒロインの中でもね群を抜いて顔がねタイプですね。僕は顔は一番可愛いと思ってる。ただちょっとあの若干お胸がちっちゃいので、まあその辺がちょっと僕はあんまり好きじゃないかなって思ってるんですけど、まあちょっと話その話は置いといて、後にするから置いといて、ゆずちゃんっていうのはどういうキャラクターかっていうのを説明していきましょう。あのまあこういうキャラクター評価っていうか、キャラクターのなんか性能っていうか、なんか人間性とかはまあ細かい、まあ解説僕違う動画で全部してるんで、まあ、よかったら概要欄に貼っとくんでね、そっち見ていただければなと思うんですが、とりあえずゆずちゃんどういうキャラクターかっていうと、ゆうやの幼馴染ですよと、トマトの幼馴染ですよ。でゆうやと共に、ゆうやともに通うってなんか日本語おかしくない？大丈夫これ？なんかコナミ最近なんか手抜いてきてるよな。なんかこの辺なんか手抜きじゃねって思ってるんだけど、ゆうやと共に通う優勝塾の塾長修造の娘でもある。修造さんっていうね超熱苦しいキャラクターがいるんですよ。あのアークファイブの中にあの修造も多分おそらくパクってますけどね。あの現実にもあの超熱苦しいあの修造さんっていうキャラクターいるじゃないですか。あの人も、まあ、パクってると思うんですけども、修造の娘でもあると。で身につけたブレスレットは生まれた時から身につけているらしく、時折不思議な力を発揮するということで、まあ、これはいろいろなんだろう、説明することはあるんだけど、簡単に言うと、ザークを阻止する、そのユウヤ君が合体してザークになってしまうことを阻止するためのブレスレットです、これ。はい、何言ってるか分かんない方は、まあ、マジで一回俺の解説とか見て、はい。で、そのことが原因で思い悩むことも多かったが、ユウヤばかりに頼らず自分の力で優勝塾を守るために融合召喚を身につける。融合召喚ということで、シウイン・ソラっていうね、なんだろうな、あいつなんて説明すればいいの、なんかゲスキャラクターかと思いきやめっちゃいいやつでしたみたいなやつがいるんですよ。あのまあ本当は敵なんだけど、なんか最終的になんかすげえ仲間になるみたいなやつがいるんですけど、だからそいつに融合召喚を教えてもらうんですね。で、まあ要は師匠と呼んでいます、あのソラックのことを。で、エースモンスターは、ブルームディーバーということで、元素デッキの使い手ですね。まあ後で説明するけどね、このキャラクターね、あのねバカみたいに強い。このキャラクターねバカみたいに強くて、まあ環境レベルと言っていいと思う、このキャラクターは。はい、早速ね、ちょっと人間性評価していきたいと思うんですが、まずですね、あの脇ですね、あの勝利画面見ました？あの皆さんゆずちゃんの脇、まあ、5時間は舐め回すことができるかなっていう、まあ、カーリーのへそしかり、アンズの脇しかりね、あのゆずちゃんの脇もね素晴らしかったですね、本当に、うん、ありがとうございます。で、ちょっとあのお胸の方がですね、あの若干小さいんですよね。僕あんまりちっぱい好きじゃないんで、まあ、星1かなっていう失敗的なことはすいません。で、遅延度星5。これ遅延度って何かっていうと、あのね、このね、すぐ物語遅延するんですよ。なんでかっていうと、そのこのブレスレットが関係してまして、このブレスレットを持っていることによって、そのユウヤがザークになることを阻止しようとしてるんですね、このブレスレットが。なので、まあ、諸説いろいろあってね、阻止しようとしてるんで、物語が進みません、こいつが来ると。そのユウヤがまあ、例えばユーリとかユートとかと近づくとザークになろうとしてしまうんですけれども、なんかそれをこいつが阻止して、どんどん物語が遅延されるんで、ファンからは遅延姫と言われていました。はい、まあこれによってね、なんか脚本がグダってるとか言われてるらしいですよ。まあ、僕はね、3日間で1件全部見たって、148話3日間で全部見たら、あの修行僧みたいなことしたんで、まあ、そんなに気にならなかったですけど、まあ、多分リアルタイムで見てたら、多分なっげえな、このアニメって思うんだろうなって思いましたね。はい、で、セキュリティ、あのね、ちょっと甘すぎますね、脇が甘すぎる問題っていうのは、あの発生しまして、彼女ね、すぐ誘拐されるんですよ、すぐね、どっか誘拐されるんですね、これ。ほどセコム入ってもらってよろしいですかっていうレベルなんですね。ほんとにね、もうお前マジでどっか行くなと、俺の腕掴んでろっていう、まあ、そういう感じのキャラクターだったんですね。はい、ちょっとまあちょっとこの辺までの雑談はこの辺までにしといて、スキル評価をね、やっていこうかなと思うんですが、あのね、スキル評価圧倒的星5ですね。
バカほど強いですね、このキャラクターね。これ何が強いかっていうと、これにつきます。この歌姫から乙姫へっていうこのスキルにつきますね。これめちゃくちゃ強いです。まあ、幻想デッキ多分もう出してると思うんで、動画おそらくね、まあ、そっち見ていただければわかると思うんですけども、これ単純にこの乙姫っていう上級モンスターをデッキから出してこれるのめちゃくちゃ強いんですよ。でしかも幻想モンスターたちの一つ一つ の, デッキモンスターの性能が結構高いので、非常に強い、非常に強い、ぶっ壊れスキルと言ってもいいと思う。幻想第一楽章が結局デッキリクルートカードになるんで、しかも手札一番増えますし、あれフランソワでモンスター回収すれば、なんでこれは本当にぶっ壊れスキルで、さらにこのスキルがレベル報酬なんですよ。これレベル20でゲットできるんです。これね、これが素晴らしいですね。そのドロップスキルをドロップさせるっていうのはカスみたいな、人間人外作業をしないといけないじゃないですか。今までのリンクスのスキル、大体強いスキルってこれね、大丈夫ですよ。これレベルアップ報酬でゲットできるんで素晴らしいですね。一応まあそこだけ擁護しとくわ。まあこのスキルを本来といけないっていうシステムがクズだっていうことも言っとくわ、はい。で他のスキルですね、まあいろいろ、まあ、なんだ、強いスキルはあるんですけれども、ちょっと上からやっていきましょうか。スローテンポ、自分が戦闘ダメージを受けた次の自分のターンに、次の相手ターン中、相手が最初に通常召喚したモンスターいったら攻撃できないっていうことで、まあこれは今通常召喚する環境じゃありませんので、まあ、これはちょっと弱いですね、はい。で聖なる守護は伝統芸能しましょう。で強く響くディーバ、手札のカードを1枚をデッキに戻してデッキ外からフォルテッシモですね。フォルテッシモ、あちょっと若干これ消すわ、これ消して、フォルテッシモ、これを、フィールドに出すと、これはね打点が800アップするっていう効果と、あと幻想モンスターフィールドから持ち寄って融合するよっていう効果を持ってるんで、まあ、一応これがなんだ融合カードの代わりになりますんで、まあ悪くないかなと思いますね。でしかも打点が800アップするっていうのも普通に強いから、はい、割とこれで作る幻想デッキもありだと思う。まあさすがにこっちの方が強いけどな。で天使の方意味はまあどうでもいい、でドローセンス光もまあ一応どうでもいい、でドローリザーブ、これね結構悪さしますね。自分の最初のターンのメインフェーズ開始時に、手札を3枚デッキに戻すと自分のターンの通常のドローが3枚になるっていうので、これ何がしたいのって、まあ、3枚戻して3枚引くって何がしたいのって思うじゃないですか。デッキに眠ってないといけないカードっていうのもあるわけですよ。まあ、例えばまあバスターモードとかねまあちょっと自分のメインフェーズ開始時になんでちょっと難しいんですけど、まあ、バスターモードとかマジで効いちゃうとマジ弱すぎるから、なんかそういう使い方はできる。あとドローリザーブって先行で手札1枚できるんですよ。なんでバブルマンととっても相性がいいっていう風に言われてますね。なんで、まあ、これはいろいろ悪さができるスキルになってるんで、まあ、結構強いかなと思ってます、はい。で機械の奇跡ペンデラム召喚は、汎用スキル、これ結構ねペンデラムゾーン追加してくれるから強いんだよね。でペンデラムエクストラリセット、これは自分のデッキエクストラデッキに表側表示で存在するペンデラムモンスターをすべてデッキに戻すと、で自分のエクストラデッキに表側表示で存在する融合シンクロエクシーズのペンデラムモンスターをすべて裏側表示する、まあ、要はペンデラム、召喚しました融合シンクロエクシーズモンスターたちを、でそれが、まあ、破壊されて、ペンデラムゾーン、ペンデラムゾーンじゃない、エクストラデッキ行きましたっていうやつを裏側にしてもう一回普通に正規で出すっていうことですね。基本的にはまあ今後なんか使い道あるんじゃないですかね。まあまだまだ融合シンクロエクシーズのペンデラモンスターまだいないんで、現状は意味ないですけど、まあ、これから多分ね活躍できるんじゃないかなというふうには思っております。でペンデラムリカバー、自分のライフポイントを、このターンにペンデラム召喚したモンスターの数かける500増やすということで、デュエル中に1回なんでね、まあ基本的にはなんだ1000回復できるやつ、ゆうまくんのスキルでいいとは思いますけど、デュエル飯か、デュエル飯でいいと思いますけど、まあ、1500一気に回復してなんかそのライフをねなんだライフが相手より上回っていることが条件で発動するようなカードとかもあるんで、まあ、いろんなコンボはね考えられるかなっていうふうに思います、はい。で融合する乙姫、これは、デュエル開始に自分のデッキにソプラノクリスタルローズを1枚ずつ追加して、エクストラデッキにブルームディーバーを追加する、まあ、無課金用の、まあ、スキルですかね、まあ、持ってない方のためにみたいな感じで、クリスタルローズが存在する場合はデュエル中に除外されて自分の融合モンスターをエクサリキに戻すよっていう効果もついていますっていう感じですね、はい。で、融合の使い手、これがあるのがでかいですね。1000ライフポイント、減らせれば、まあ、コズミックサイクロンとかぶち込めば融合を持ってこれるんで、ここからしかもデッキ外からね、なんで、まあ、これで、まあ、融合召喚していくことが結構ねできますんで、まあ、融合召喚のデッキだから幻想は、まあ、割とありかなっていう、はい。で、リサイタル、自分のフィード上に幻想モンスターそのせいで、そいつらがすべて攻撃力が幻想モンスターの数かける100ポイントアップするよ。まあ、絆の力みたいな感じですね。まあ、相手ターンも上がってるんで、まあ、割と強いっていうところはあるかもしれません。結構幻想モンスターってでもこんな効果なくても、なんか無限に、
なんだ、打点上げれることができるんですよ、自分たちの効果でね。なんで、まあ、リサイドなくてもいいかなとは思いますけどね。で、次はレベルアップ報酬なんですが、レベルアップ報酬はあんま強くないですね。他のカードは。ただ、なんでこれが評価4になってるかっていうと、あのね、オスティナートっていうカードね、これが最強だからです。これ1枚くれたんで、レベル一気に4までいきました。レベル報酬が。これどういう効果かっていうと、自分にデッキ融合ができるんですよ、幻想モンスターの。これすごくね、強いですね。まあ一応召喚条件というか発動条件か。が、自分のモンスターが存在しない場合にしか発動できないんで、ちょっとこれが弱いんですけど、発動できればめっちゃ強いカードなんで、しかもなんか、エンドフェーズ破壊された融合モンスターの一組を、ね、墓地から特殊召喚するっていうこともついてますし、あと、ブルームディーバーそもそも効果で破壊されませんし、なんで、ブルームディーバーをこいつ1枚から出せるんで、まあ、めちゃくちゃ強いカードなんですよね。まあ、3枚は許してくれなかったけど、1枚でもあったらすごい強いので、このカードは。なんで、まあ、レベル4くらい上げてもいいかなっていう風に思ってますね。はい。まあ、あと、ゲート報酬。こいつゲート報酬でね、スコアっていうね、やばすぎるモンスターもらえるんですよ。まあ、スコアっていうのはちょっと幻想デッキ見てもらえばわかるんですけど、デッキ紹介の動画見てもらえばわかるんですけど、めちゃくちゃ強いので、幻想モンスターたちがめちゃくちゃ強いです、そもそも。で、今後、まあ、実装されるとしたら、アリアっていうモンスターがいまして、そいつがめちゃくちゃぶっ壊れてるんですよ。幻想モンスターのが効果の対象に取れなくなるっていう、まあそういうね、アリアエレシーロックって聞いたことありますよ、皆さん。あれがね、できるようになっちゃうのでね、アリアはまあリンクスには許されなそうな気がしますけどね。まあちょっと一応ね、将来性もあるっていうことだけ言っとくわ。はい。ということで、全体評価は、4.5! 高い!すごくさ、可愛いし強いし、最高だよ、このキャラクターは。近年、まれに見る超キャラクターです。アーク5は、とりあえずね、迷ったらこいつを育成して、迷ったらどれ最初に育成しようかなと思ったら、迷ったらこれ育成してください。はい。そんなキャラクターになってます。はい。というわけでね、まあ、これからはね、ゆずちゃんの脇をね、5時間ほど舐め回す作業がありますんで、ちょっと今回の動画はこの辺で失礼したいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。